スモレンスクの戦いは、第二次世界大戦の独祖戦中に、ドイツ中央軍集団所属の第二総工軍集団、第三総工集団らが、ソビエト赤軍四個軍を包囲した戦いである。ソビエト赤軍は、西部正面軍、ソビエト赤軍予備軍、中央正面軍、ブリアンスク正面軍が戦いに参加、最終的にはソビエト第十六軍、第十九軍、第二十軍が、 スモレンスク南方で包囲され、第19軍の大部分のみ包囲から脱出することができた。7月3日、ドイツ軍の不評部隊が、装甲部隊へ合流、東への進撃を再開した。主な装甲部隊は1週間停止しており、攻撃が再開された7月上旬は、突然の暴風雨のために、道が丁寧化しており、軍を進めることには、困難が伴う状況で、 数時間停止することもあった。その間に、赤軍は、防衛を固め、多くの橋が爆破された。また、赤軍は、ドイツ軍の進撃を鈍らせるため多くの地雷を敷設そのため、ドイツ軍は極めて限られた道を進撃路とせざるを得なかった。この遅延はソビエト赤軍総攻部隊による、大規模な反撃を組織化する時間を与えることとなった。 スモレンスク周辺ドイツ中央軍集団の目的は、モスクワへの道を制することとなるスモレンスクの制圧であったが、ドイツ軍が向かうドニエプル川と西ドビナ川付近は、ソビエト赤軍の防衛線、スターリン線の防衛範囲内であった。これを防衛するソビエト赤軍は、西部方面軍所属の第13軍と、ソビエト赤軍最高司令部予備戦力の第16軍、 第19軍、第20軍、第21軍、第22軍であった。ミンスクの敗戦によるパブロフの降鉄後、極東第一軍司令官、アンドレ・エレメンコ中将が、西部正面軍司令官となった。エレメンコ中将は7月2日に第4軍と、第13軍にベレジナ川西岸からの退却を命じ、ボブルイスクの奪還準備を、第17機械化軍団に命じた。 7月4日、国防人民委員のチモシェンコ元水が西部正面軍司令部に訪れ、自らが西部正面軍司令官に就任した。すでに第二位総行集団がボブルイスクとスビスロチとボリソフを占領し、ベレジナ側の協梁を確保していたため、チモシェンコはエレメンコの方針を継続しボブルイスクの奪還準備を整えた。7月1日グデーリアンは、 第47装甲軍団をボリソフへ派遣したが、第4位軍司令官、クルーゲ元帥が反対し、グデーリアンは命令を撤回した。しかし、第17装甲士団の一部が命令を無視して、ボリソフへ向かったためクルーゲはグデーリアンを第4軍司令部に呼び出し出席した。ヒトラーは、装甲部隊を統率するため7月3日に、第2、 第3装甲集団を第4軍司令部の指揮下に置き、第4軍司令部を第4装甲軍司令部に改組し、第4軍の戦力は、第2軍に編入された。スタッフ家は、ドイツ軍のドニエプル川とかを防ぐため西部、正面軍司令部に、レペリボリソフ・ボブルイス区間での反撃を命じた。7月6日、ソビエト赤軍、第20軍所属の、第7、第5機械化軍団は、 戦車2000両で攻撃を開始した。ドイツ軍は、ドイツ空軍による航空支援を受けて反撃し、3日間の戦いで2個、ソビエト赤軍機械化軍団は事実上壊滅した。7月10日、第3装甲集団第39装甲軍団の第20装甲士団が、西ドビナ川を渡り、交通の要所をビレブスクを占領し、西ドビナ火星岸にいる。 第57装甲軍団は、ポロックから、北方軍集団と対峙する、第22軍と、第27軍の背後をつくべく、ベリキエルーキの攻略を目指し北上を開始した。第57装甲軍団が引き抜かれたため、第3装甲集団は、実質1個装甲軍団の戦力で闘進を開始、スモレンスクの背後に回り、第2装甲集団との合流を目指した。 7月11日、第3総攻集団第39総攻軍団の第7総攻士団が、赤軍第19軍の第25狙撃軍団が守る、ビデブスク防衛戦を突破すると、スモレンスク北方を投進した。第2総攻集団は7月10日にドニエプル川の、都下を開始し7月13日に第46総攻軍団が、ドニエプル下半のモギリョフ北方を、 第24装甲軍団が、スタールイ・ブイホフからドニエプル川を溶かし赤軍第13軍の第61狙撃軍団と第20機械化軍団を包囲した。モギリョフで包囲された第61狙撃軍団と第20機械化軍団は、防御陣地を構築して2週間にわたって抵抗を続けたが、全滅し7月27日にモギリョフは陥落した。 7月13日、グデーリアンは、第29自動車化風評師団に、第18走行師団の支援をさせ、スモレンスクの攻略を命じた。スモレンスク市内は、赤軍第16軍が、労働者義勇軍や、NKVD 職員、民兵と一緒に守りを固め、西部正面軍司令部は、第16軍司令部に師守を命じた。 7月15日からスモレンスクで壮絶な市街戦が始まり、7月16日の夜に、市のほぼ全域が占領された。一方、投進を続ける第3装甲集団第39装甲軍団は、スモレンスク北方のヤルツェボを占領し、スモレンスクモスクワ間の自動車道路と鉄道を寸断した。スモレンスク西方で防御戦を続けていた参考軍は、新たなる。 包囲網に閉じ込められる危機に直面した。グデーリアンは、モスクワへの進撃路確保のため第46装甲軍団に対し東方のエリニアとドロゴブジの攻略を命じた。第46装甲軍団の闘進により、スモレンスクとヤルツェボの間には幅50キロの回廊が開いていた。西部正面軍司令官、チモシェンコ元帥はこの、 回廊を使って包囲されつつある三個軍を救出しようと考えた。7月17日西部正面軍の後方に展開する六個軍で臨時編成された機動集団グループが投入され、中央軍集団への総反撃が開始された。7月20日、回廊確保のためロソコフスキー機動集団がヤルツェボの第三装甲集団を交代させ、ヤルツェボを奪還した。 7月24日、ゴロドビコフ機動集団が、第2装甲集団に対しロガチェフの南方から、ボブルイスクに向けて、反撃を行い、第2装甲集団と、第2軍の後方補給線を脅かした。西部正面軍の反撃は、構成のため広がっていた、中央軍集団の包囲網を破り、確保した、回廊から3個軍のうち、第19軍を中心とする10万人の将兵が、 脱出した。7月29日、第3総攻集団と第2総攻集団が、スモレンスクとドロゴブジの中間地点で、ようやく連結し10個師団の赤軍が包囲された。チモシェンコ元帥は、脱出を命じたが8月4日までに、第16軍と第20軍のほとんどの将兵が殲滅された。反撃していた赤軍、第21軍も、 第24総甲軍団によって壊滅させられ8月5日、ドイツ国防軍総司令部は、スモレンスク海戦の終結と勝利を宣言した。赤軍における、スモレンスクの戦いは、ドイツ軍の攻撃と攻撃作戦を阻止するために、いくつかの段階に分けられていた。モスクワ攻略を優先したいグデーリアンと、赤軍や戦軍の殲滅を優先したいホトノ、 対立により生じた回廊から、ソビエト赤軍将兵20万名が脱出した。そのため、ドイツ国防軍は包囲殲滅作戦に失敗し、赤軍野戦部隊の東方脱出を許す結果となった。グデーリアンは、モスクワ攻略を希望したが、ヒトラーは、莫大な経済損失を負わせることにより、ソ連を撃破する。 バルバロッサ作戦の第一目標であるウクライナと、レニングラードのダッシュに望みを託し中央軍集団の、装甲部隊を北方軍集団、南方軍集団へ、それぞれ送ることを決定した。これは、北で、レニングラードの速やかな包囲を行うこと、南で、国葬地帯、油田地帯を占領することを意味した。スモレンスクの街全体はこの戦いによりほぼ、破壊された。 1985年、スモレンスクは英雄都市の称号を与えられた。ドイツ軍は大戦果を挙げたが、包囲戦の率役者である装甲戦力は激しい消耗を強いられた。1941年7月末の時点で、第2装甲集団の戦車稼働率は29%に、第3装甲集団の稼働率は42%にまで低下していた。 独ソ戦研究家のストーエルは、ソ連軍を罠にはめて打ち破り、工場や軍事セクターを制圧するには、装甲部隊が必須だった。スモレンスク戦で、装甲部隊が、許容地以上の損害を受けた時点でドイツは正気を、失っていた。ドイツ軍の敗因は冬将軍でも一海戦での、敗北でもない。単純に、ソ連を打ち破る能力を失ったからであると述べている。 ドイツが頼みとした鋭利な剣は、ロシアの斧と打ち合って消耗し、心臓部に致命的な一撃を与える能力を失ったのだ。ありがとうございます。